おはようございます。どうも、近藤でーす。朝です。トイレから失礼してるんですけど。最近ね、やたらと彼女にドッキリを仕掛けられてて、今日こそは僕が仕返しとして、本物のドッキリを見せてやるよっていうところで、今まだ朝の7時半でですね、まだベッドからも立ち上がらず、ひたすらスマホをいじってる彼女をね、ドッキリでね、もう起こしてやろうと思います。その名も、寝起きの彼女に、あと10分で彼氏の母親が来るって言ったら、どんな反応するのかな。朝ベッドから出ない彼女をね、この作戦で慌てるように起こしてやろうと思います。よし、では行ってきます。どうした？あちゃん、やばい。何？あと10分で母さん来るって。は？は？なんで？俺の実家の母さん来るって。なんで？どうしたの？わかんない。来るって。やばい、準備しないと。本当に来るの？あちゃんを見に来るって。なんで？わかんないけど。え、来ることどういうこと？あちゃんを見に来るって。は？あと9分20秒で。来るって。本当に言ってる？なんで？待って、どうしよう、何すればいいんだ？どうしよう、何すればいいんだ？あと9分しかない、え、やばい、コート部屋片付けてないよ。え、お部屋に入ってくるの？うん、あーちゃんを見に来るってけど。え、なんかしたっけ？あーちゃんの彼女力を試したいって。何それ？本当にお母さんそんなこと言う？絶対言わんよ。あーちゃんの彼女力を試したいわーって言って。いたどうしよう、急げ。え、片付けて、ポンちゃんも。やばい、本当にやばい。え、メイクできない、どうしよう。そう、俺に任せろ、あーちゃん。そう、俺に任せろ。他のとこからつけてメイクするんだ、あーちゃん。無理、メイクしてる暇ないから。マスクで隠れる、コロナだから。やばい、ねえ、何して。めっちゃ考えてくれるじゃん。俺の母さんだから俺は余裕やに。あと6分。メイクだよ。嘘。本当にこういう時はメイク、こういう時はメイクだから。本当に？こういう時はメイク。台所は俺に任せろ。誰が？台所は俺に任せろ。台所やってくれるの？うん、あと4分。4分？あと4分だよ。本当に？もう下にいるってこと？お茶ないよ。お茶とかない。どうしよう。あ、ちょっと落ち着け。やばい、あーちゃん。え、なんで撮ってるの？え？ウケるなと思って。ウケてないで、なんとかして、ゴンちゃん。台所終わったよ。本当？ありがとう。あと2分半。2分半やばいな、あーちゃん。やばいな。あーちゃん、あーちゃん、こいつどうしたの？なんでそんなワクワクしてるの？お母さんに会えるの嬉しいから。こんなことしてる暇ないよ、こいちゃん。あー、もうダメだ、こんなかつこうしかない。あ、
と1分半だ。嘘。ライン来た。ライン来た。着きますよ。あかりさんはどうですかって言った。いや、全然ダメだよ。あー、どうしよう、お母さん。ちょ、これもいいわ。これも着きました。寝てたから。やばいやばい。もう着くよって。本当に？もう着くよって言った。何もできてないの。鬼ライン来てる、鬼ライン。あと20秒だ。ちょっと俺下に行ってくるわ。いいよ、私お茶買ってくるから。いいいいいい、待って。大丈夫、本当に。おい、俺がお母さん待って。じゃあ俺大丈夫。おって、おって。いや、いるよ、いる。はい、おう、大丈夫だ。座って。え、じゃあ行ってきて。じゃあ、座って。なんだ、なに、大丈夫。そんなことやってるんじゃないの。待って、はい。じゃあ俺呼んでくるから、はい、おってね。おお、母さん、おかえり。あら、素敵なお家ね。もう準備万端みたいだから。まあ、どうぞ中に入ってよ。あら、素敵ね。こちらのお宅かしらね。こんにちは。こんにちは。あら、素敵なお宅ね。違うわ。息子は違うわ。お母さんだよ。一人でさっきあっちブツブツと。というわけでドッキリでした。立ち悪。このドッキリ。やだ、一番立ちが悪い。あさっていけるはずなのに。はい。はい。めっちゃびっくりした。もうやだ。以上です。仕返しだよ、これは。何の？最近ドッキリやられてるからな。びっくりしたよ、そんなお母さんいきなりさ、なんか嫁姑問題みたいなこと言うかなと思ってさ。ここ汚いわみたいな。そんな朝起きれてよかったね、じゃね。最近さ、最近これ視聴者さんにもらってすげえ殴られるっていう。あれはあんさんね、スキルを切れたね。スキルはしてる。部屋も片付いたしね。まあね、結果往来だね。確かに、まあそうだね、部屋は綺麗になった。まあラッキーだな。やる気になるよ、部屋綺麗になるんだよ。そうだな。はい、10分に片付いたことないかもしれん。よかったな、あちゃん。俺のおかげだな。というわけでですね、はい、はい、皆さんね、ドッキリでなんか日常大変そうだなと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。